はい、今日はチャムシル駅の有名な、宝くじの売り場の方に来ております。今日は金曜日なんですけど、こういう感じで結構人がたくさん並んでるような感じになっておりますよね。こちらの方でいくらが当たるか、自分も一応ロトと、国民年金、宝くじを買ってみました。で、ここにちょっとおばあちゃん会ってます。どうですか、こんにちは。いくらぐらい当たりますかね。ヤポリです。こちらは、ロッテワールドタワーもこういう感じであります。ここは韓国で一番高い約600メーターぐらいの建物だと思います。それでは、1年後あそこに住めるように頑張りたいと思います。それではお疲れ様です。いってらっしゃい。